集合体や塊を指す英語であるが、物質科学においては、同種の原子あるいは分子が、相互作用によって数個から数十個、もしくはそれ以上の数が結合した物体を指す。それぞれの原子や分子同士を結びつける相互作用は、ファンデルワールス力や静電的相互作用、水素結合、金属結合、共有結合などが挙げられている。クラスターのうち、 電化を帯びたものをクラスターイオンと呼ぶ。代表的なクラスターとして炭素原子60個が結合してサッカーボール上の構造を持つ C60 フラーレンがある。C60 フラーレンは共有結合クラスターに分類される。これらは、いわゆるバルクとも孤立した原子、分子とも違う状態であり、バルクマイナス孤立原子、 分子の間の新しい物質性であると考えられている。クラスターは、そのサイズに依存した特異的性質を示し、新規自生、触媒材料など応用面でも注目されている。複数の生命金属原子が互いに金属結合した構造をしているときに、金属クラスターという。昨今は、ナノ粒子という概念も提唱されている。有機金属化学では、 カルボニル配止で安定化された金属クラスターは、金属カルボニルクラスターという。金属カルボニルクラスターの典型例としては、ドデカカルボニルルテニウム RU312、ドデカカルボニルオスミウムオス312などが挙げられ、いずれの金属カルボニルクラスターであっても3つの金属原子が正三角形となるような構造をしている。フラーレンの科学日本科学会。 共立出版、科学の要点、2016年。ナノ粒子日本科学会、共立出版、科学の要点、2013年。有機金属科学日本科学会、共立出版、科学の要点、2013年。ありがとうございます。